きまして宮脇美智子様、事前運動に当たらないようご自身の政策ビジョンについてお話しください。それではどうぞ。皆様こんばんは。このような機会をお与えいただきましてありがとうございます。ただいまご紹介にあたっておりました宮脇美智子でございます。早速ですが、私の考える政策を4つの視点で述べさせていただきたいと思います。1つ目は東かがわ市の強みを生かした活力あるまちづくりです。このまちにはさまざまな特産品があります。この強みを生かして地元企業や産業の魅力を全国世界に PR 増強していきます。2つ目は人口増加施策です。現在東かがわ市はどんどん人口が減少していますが、儲かる産業を起こし、あるいは企業を誘致して新たな雇用を生み出し、人口減少に歯止めをかけたいと思います。農業、漁業、その他の産業においても後継者づくりの応援、技術習得を提案していきたいと考えております。また若者の結婚支援や子育てと仕事の両立への支援も行いたいと思います。次世代育成対策推進法で子育てサポート企業として厚生労働省の認定を受けた企業をグルメ認定企業と定めています。この子育てサポート企業では子どもが熱を出して急にお迎えに行かないといけなくなった時などの配慮がなされています。そういった子育てサポート企業は香川県内には34社ありますが、東かがわ市にはまだ存在していません。こういった制度を推奨し、子育てしやすく子どもが増えていくような東かがわ市を実現したいと思います。3つ目は安全安心健康寿命を伸ばす政策です。ご高齢者の方々からは車の免許を返したらもうどこへも行けんのじゃっていうお声をたくさんお聞きしました。健康で生きがいのある生涯現役生活を推進していくために乗り合いタクシーの実現化を目指します。また相談窓口の充実と家族や地域の絆づくりを促進してまいりたいと思います。4つ目の政策として心を育てる教育の推進です。いじめ不登校児防止とその解決、心のケアを充実させていきたいと思っています。また偉人伝など素晴らしい歴史に学びながら志、思いやり、心を育む特育を推進してまいりたいと思います。ここで一つ偉人の事例を挙げさせていただきます。皆様よくご存知と思いますが、二宮尊徳は小さな努力を積み重ねることで大きな事業を成し遂げられるということを説き実践された方でもありました。二宮尊徳は70歳で亡くなるまで600箇所以上の藩や郡、村の復興を成功させました。村人一人一人を励まし勤勉の精神を教えました。また地域の特産品を選んでそれを育て売るという起業家精神もありました。ある時尊徳は小田原藩に財政再建を頼まれた際、引き受ける条件として藩主に地域への補助金をやめることを提示しました。豊かな村へと変貌を遂げるために努力創意を重ね、お金がないから知恵が出る、知恵があるからお金が生きるというまさに企業家精神で村々を復興させました。この精神に基づいたパブリック・プライベート・パートナーシップという PPP という手法が現在あちらこちらの市町村で成功事例を収めています。今政治に足りないのはこのような企業家精神だと思います。そして繁栄する未来は人づくりから始まると思います。
以上、大まかに4つの視点で述べさせていただきました。私はこの町が大好きです。娘にもふるさとを大切にしてほしいという思いで里という名前を入れたほど大切な東かがわ市です。一人一人がこの町の素晴らしいビジョンを描いて生き生きと輝きながら一歩ずつ着実に発展繁栄していく東かがわ市を皆様と一緒に作っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。